やいや、懲りずに足つぼだけじゃなくて整体もお願いしてしまいました。大げさですいやいやいや、お客さん逃げてるんですよ。うわ先生ちょっと、はい、ちょっとまっすぐにして、はい、あともう顔いいですよこの右か失礼、左肩が上がるのはなぜ、なんか肩痛いて、左の肩も事故の時に痛めてますか。いやいやいや、今多分緊張だもんねいや、あのね、うん、いや、そうしても左が上がるんですよ、うん、やっぱり膝をかばってるのかなと思います。こっちですよね。はい、あ、ほんとこれじゃ上がってますね、これじゃね。うわ、うわ、あの、はい、昔はマッサージとかは好きじゃない体でしたね。そう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 、くすぐったい体でしたよね、うん、そう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 、いや今でもそうですよ。だけど触られると本当になるんですよ。今これくすぐったいですか。今は大丈夫。僕がうまいんですよ。あ、うまいですね。ちょっとでもね、誰かに触られると結局バラエティチックになるなダメなんですわ。あ、いいですわ、もう先生の手は自分の手のように気持ちが全然こもってないの、嘘ばっかりいやいやいや、あ、それがね、こ、ちょっと痛くすぐったいですね。うん、まだこれでもくすぐったい。うん、くすぐったい、そこだけ。くすぐったい。くすぐったいんだ。ほんとね。はい、力抜いて。痛いよ。生きてる、生きてる、それ。すごい。くすぐったい用の、うん、くすぐったい人にはくすぐったい用のほぐし方があるんです。あ、あるんですか。はい。ほんとね。えらいことさ。だいぶ腰きてますよね。あ、やっぱりきてますか。うん、いや、あそこ、そこも痛いね。そうそう、だって痛いですもん、実際、今、この腰が。そこそこそこさ。うちは歯医者じゃないんで、バタバタっとその、アップされてもダメです。大丈夫です。やっぱ腰がすごくやだ、はいはい、ちょこちょこ、いやいやいや、いやこそめこそめただだいぶ筋肉が凝って硬くなってきてる。昔はもっと柔らかかったのにね。うんうん、自分でもそんな感じしますね。はいはい、うん、そうですね、します。ちょっと運動しないともうコチコチっすもん。うん、くすぐったい、なんか、ね、うん、ちょっとくすぐったいのと若干痛いのもあります、ね。うん、あのね、うん、痛いと思ってください。はいはい、痛いと、はいはい、学生時代運動ってなんかサッカーですね。あ、で結構一生懸命やってましたね。やってました。めちゃめちゃしまい、やってましたよね。今でもジムでも超やりすぎるぐらい、うん、体壊すんですよ、それで筋肉痛っていうか筋痛めたりとか、うんうん、超受け取りのコントロールだ。あ、それであの右の足首、うん、あ、それで右の方が太いんだ。あ、ほんと結構大会系なサッカー部だったんですね。うん、そうそうそう、めっちゃきつかったですよね。うん、うん、足はですね、そういますよ、うん、ほら、あ、うん、今ウエッてんじゃないですか。うん、そうすると逆に言うと上半身はまだ若さが残ってるんですよ。あ、こう下半身はおじさん、ああになっちゃってる、なっちゃってる。反応があった方がいいってことか。じゃあやる、あの、くすぐったいっていうのは、うん、筋肉の質とはしてはいいんですよ。ああ、そうなんですか。いい筋肉なんですよ。あ、へえ、うん、だけどそれがだん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 凝ってきて、こう柔軟性がなくなってくると痛気持ちいい感じになってくるんですよ。でちょっと痛気持ちいい感じに、で痛気持ちいい感じに思わせるような揉み方もあるんですけど、で今そういう風にしているんですが、はい、ちょっと組みます、はい、
首もなんかおかしいよね、これ痛い痛いなんか痛めたことある？なんかいや、わかんないけど、なんかあ、さっき足つぼで親指のとこ痛かったでしょ、うん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 、これが原因。それ何すか？これ、そこがグリグリグリやめてよく言う、あの、これがずれてますねっていう、うん、な軟骨がね、うん、右へ飛び出てるっていうとちょっと医学的に問題があるんだけど、でもこう明らかに当たってるでしょ、うんうん、こう当たってるんですよ、はいはいはい、これがこうそこは本当はストーンっていかないといけないんですか？そうですね、うん、そう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 、そういうことです。あ、そういう感じ。出っ張ってるんですか？そう、もうまさしくそういう風。それは何ですか？やっぱところがね、これレントゲンとか CT だとね、うん、軟骨なんて映んないよ。いや、全然普通ですね、うん、普通だけど、これ明らかにいるでしょ。いやいやいや、なんかやらせみたいなのがいますよねこれが。で、丈夫だもんだから、うん、これを頭痛とか首とか肩こりとか感じてあまりいないみたいだけど、うんうん、普通の人はこれでかなり肩こりだなっていうふうに感じると思いますね。肩どうですか？凝ってないんですよね。そんなに目が悪いんで、目が悪いと凝るとか言うんですけど、僕らからするとかなりずれてるし、あれだし張ってるし、これは普通の人は凝ってると感じると思うんですけどね。あ、そうです。まあ通ってください。通います。はい、まあ、僕らは整体なのであまり診察をするとかそういうことはしちゃいけないんであれですけども、でもまあ見た感じかなり左右違うんで、こっちの肩から右からこう肩をドンと打ってるのか落としてるのか、なんか違うんですよね。痛い、痛いですよ。違う、痛い、痛い、つぶったりはそうです。だからなんか あっちこっち痛いな古傷だらけ。これボキボキっといきなり整体なんかやったら痛めちゃう。よっぽどちゃんとほぐしてこの体を分かってる人がやちゃんと時間をかけて このぐらいの感じじゃなくてちゃんとやらないと、これは いわゆる柔らかくていい筋肉だけどもスポーツやってる人の典型で、整体とかってボキボキに慣れてないと痛めた箇所を硬くなってるもんだから痛めてしまうその展開、本当 それに合わせたようなやり方があるんだけど、そうしないといけない典型ですね。これどうなんですか？右はいいんですか？左は良くないから今の感じだとこれ右の肩痛めてますよね。でこっちが上がって左が上がってる感じ。あ、はい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 、に見えますね。でこっちこうだとこうで痛いでしょ。痛い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 、ごめんなさい。いやごめんなさい、すいません痛い痛いと思います。痛い痛い、結局僕のが喋りする。いやいやいや、いいですか？はい、はい、はい、いいと思います。はい、ありがとうございます。わかりました。やっぱり結構何変なんですか？体が古傷がいっぱいある。ゴーンと肩から落っこってるか打ってる。あ、これだからあれじゃないですか、事故で跳ね飛ばされて、うん、でここへ意識がいってるけどこれも痛めてる感じ、ね、うん、こう、まあ浮いたんですよ、飛ばされた時に、うん、こっちから落ちてんじゃないですか、うん、そうそう、こういう感じで僕たちは肘、両肘ついたと思うんだけど、着地の時にこれ、うん、サッカー一生懸命やってなかったらかなりもっとひどかったと思うんですよ。これ運動してたからですわ。あ、って言われたでしょ。言われたこれ普通だと結構、うんうん、で本当にそうなってたと思う。運が良かったんです。でこういう風についたから首を打たなくて、だから無意識にガンと守ったんだと。守った運動神経で、うん、そう、当たった瞬間ものすごい力出て、ほ、うん、で俺たちはこう跳ね返したぐらいの勢いだったの。タクシーをほんとね、これで僕救われたかなと思った、正直な話。もうゴーン来てものすごい G がかかって、もうだけど耐えたんだよ、僕としては。グワッて瞬間にめちゃ力出て、そこでめちゃくちゃ鍛えてたんで、運動とは別にストレッチを、ストレッチ、これやりすぎ、グイグイやるストレッチとは別に柔らかくやるストレッチ、その悪いところをいたわってあげるストレッチっていうのをしてあげた方がいい。あ、した方がいい。うん、了解です。です。ありがとうございます。